岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？どうしよう。ゆいちゃんどうしたの？悩み事？来月の仕事をスーツで行くんだけど、この機会に新しいの買っちゃおうかなと思って。いいじゃん。いろいろ調べたりしてるんだけど、どれにしようか迷ってるんだよね。あ、そういえばイオンモール岡山にオーダーメイドができるスーツ店ができてたような。え、本当に？今から行ってみる。行ってらっしゃい。11月3日にオープンした菓子山イオンモール岡山店。オーダーメイドで自分に合ったスーツを作ることができるお店です。デザインや素材を選ぶなど、オーダーしてから最短1週間でスーツが完成。ボタンやポケットなどのオプションも追加できます。見て、オーダーしたスーツが1週間でできちゃった。え、もうできたの？見せて見せて。まずはジャケット。大柄のチェックでいいね。最近寒くなってきてるから、ウールが使われてるものにしたの。あとこれも。あ、パンツじゃなくてスカートにしたんだ。フレアスカートだから動きやすいの。仕事するときに動きにくかったら不便だもんね。ゆいちゃんが着てるとこ見てみたいな。わかった、待ってて。こちらのスーツのセットアップは、大柄チェックをデザインすることで上品で知的な印象を表現しているそうです。生地にはウールが使われ、寒い季節でも着ることができ、丸襟なのでフォーマルなシーンにも合うそうです。見て見て、どう？仕事ができそうな女性に見える？オーダーメイドだからサイズもぴったりでいい感じだね。大人の女性って感じでかっこいい。ありがとう。よし、これで次の仕事も頑張るぞ。ファッションコーディネートに詳しい戸板女子短期大学の新井教授によると、一色の細いラインが交差して大きな格子を作っているので、モダンな印象もあり知的なイメージになるそうです。フレアスカートを合わせていることで、メンズにはないフェミニンなイメージを表現できるのではないでしょうか。春待ちダイアリー、次回もお楽しみに。OHK ではイオンモール岡山の情報をインスタグラムで発信中。大晴れライフで検索してフォローしてくださいね。